皆さんお疲れ様です。天かすのりょうです。本日はアサシンクリードバルハラ続きの方プレイしていきたいと思います。苦戦報道者に関する報告ということでランビーの方に報告しに行きます。そうですね、この辺のちょっとお宝をゲットしつつランビーの方に戻りたいと思います。気づかれるとまずい、顔を隠そう。ほら、ほい、しえ、ここにお宝。よし、いる、まだ。ほいよ。鍵あった？あ、鍵ここあるね。墓所の鍵、墓所の鍵なのか。ほう、
よし。よし。どうも。同盟地図が見たい。同盟地図が見たい。やることはすごいいっぱいあるんですけど、メインのストーリーの方を進めていきたいと思いますので、シロップシャーに同盟結びに行きたいと思います。とりあえず相談から。チェオベルトはシロップシャーへ向かったんだな。そうよ。でも状況は厳しい。この州はブリトン人の王ロドリと泥沼の戦いを続けてる。チェオベルトは西方のブリトン人と和平を築こうとしてる。未熟な若者には難しいわ。お前の指導が実を結んでるといいが。ええ、でもあなたが助力するのが一番よ。チェオベルトが成果を上げれば頼りになる同盟相手を得られる。それではシロップ社向かいます。戦闘力が130あるんですけど、私が多分今120ぐらいですかね。110ぐらいか。彼とアイバーは今クワッドフォードにいるはず。アイバーもいるのか。カブレンガ川を進めば見つかるわ。アイバーが一緒なら確実に行かないとな。そうですね。それではとりあえず高速移動の方がいいかな。どの辺だ。この辺かな。ん、どこだ。ここか。とりあえずここに高速移動で飛んでいきます。はい、よし。馬乗っていきたいな。はい。それ。この辺か。じゃあこの辺でちょっと降りて。どこにいる？この中かな。もう何日も食べてない。ラクサと株しか見つからなかったわ。いい匂いだ。はい。まずまずだ小僧。もっと荒々しく姑息に俺の玉を狙え。相棒、これは訓練か、それとも拷問か。まあどっちも似たようなもんだ。エイボル、ようこそ。知らせを受け取ってくれたのですね。ちょうどよかった。ブリトン人との交渉はこれからです。交渉中はお前のそばにいる。知っておくべきことは、ロドリ王がここに、私が話すことになっています。ロドリは和平を求め出した。俺たちが哀れな弟グリアッドを捕らえてからだ。放たれ野郎にお似合いの名前だ。グリアッド・アプ・メル。ロドリ王は近くの教会です。シロップシャーの代表者は誰なんだ。前任の大使が戦死したため、レオラーフ司教が代理です。この泣き虫がその地位につくまでね。それが王の望みで。私一人で導いていくなんて、考えただけで恐ろしい。大使の座は重責だ。今から心配することはない。アイバーに用心しろ。今から心配することはない。大使の座は重責だにしときます。戦時に大使を務めるのは大変だぞ、チェオベルト。お前はちびっちまうだろうな、間違いなく。未来の大使としてお前も交渉の場では発言した方がいい。ただしロドリは王だ。
無礼な態度は決して許さないだろう。ロドリは俺たちをひざまずかせてバラの香りの屁を嗅がせたいんだ。あいつはそういう野郎だ。会ったことが？戦ったことさえある。この傷は奴がつけた。今度は俺の番だ。俺が大殺しと呼ばれるゆえんを教えてやる。あんたは引っ込んでた方がいいな、アイバー。どう考えても交渉が台無しだ。私は二人とも同席してほしいです。案内人と審判として。ならば約束してくれ。刃はしまっておくと。エイボル、笑わせるな。俺は誓いを守る男だ。いや、嘘つけ。まあいい、交渉事はお前に任せる。多分よかった。では教会へ。客人が待っています。かき回し、ロドリの弟をドブの中に追い込んでやった。ロドリは和平交渉を受け入れた。アイバーのおかげです。せめてあのジジイが苦しむ様を楽しもう。まあ殺すのとは程遠いがな。それが敵で俺の名声にも箔がつくんだが。名声だった。大殺しとしてな。マーグレットみたいに逃がした王ばかりじゃないぞ、狼傷。和平だ、アイバー。お前の偉そうな兄貴はどうなった？今は離れ離れだ。どこにいるのやら。どこぞほっつき歩いてる兄貴なんてほっとき。それでついていけばいいのかな。どっち？司教と王はすでに教会の中で待ってるでしょう。キリストの家か。どこも厳格で冷たい感じだ。この中か。中は暖かい。神が王と司教と私を一つにし、神のもと平和が実現できるはずです。ん、この中でいいんだね。ダニール隊長、司教に我らの見解の説明を。はっ、かしこまりました。レオラーフ司教、和平交渉をするにはまずグリアット様を返していただきたい。王の弟君は。王の弟君は朽ちかけた牛糞袋だ。お前はその顔と匂いには覚えがある。アイバー、骨なしと呼ばれている男。その傷をつけたのは私だったな。ああそうだ、お前だ。この礼に一撃くれてやるぞ、クソ野郎。その膨れたクソ頭にな。そこまでだ、二人とも。アイバーに挑発する権利がある。我々の目的は平和だにしときます。これロドリとチェオベルトに話をさせてみようかな。そうですね。王よ、こちらはチェオベルト。この州の次期大主にしてマーシアのチェオウルフ王の息子だ。この青臭いやつが大主。用を足すのも助けがいりそうだ。皆さん落ち着いて。私が求めるのは良き信頼だけです。こちらの要求は知っているはずだ。グリアットを解放するまで我々の間に平和などありえない。あいつはついてるぞ。じきにお前も自分の刃に伏すことになる。あなた落ち着いて。和平交渉はこちらの利益になるわ。私たち全員のよ。まず先にグリアット。お前の晒し首が先だ。そしたら解放してやる。あなたやめて。もう十分です。ここは神の家ですよ。少し休んで頭を冷やしましょう。いいですね。エイボル、こちらへ。あなたのことはチェオベルトから聞いています。冷静な方だと。まさに今必要なのはそれです。多分もう遅い。戦の気配、カラスどもすら集まってる。私はそれなりの銀を持っています。ここにいる者たちと話してください。銀で和平をもたらせる者がいるならその者に。誰と話していけばいいのかな。これアイバー。時間の無駄だぞ。話す。アイバー、鍵かけろ。で、あの豚を殺す気になったか。あんたに銀を渡したら和平がなるまでおとなしくしてるか。和平ね、本当に実現するとでも。言ったろ、奴のことはよく知ってる。答えはどうなんだ。どうだろうな。この手に銀を握ってみないことには何とも言えんな。
お前はやっぱ危ないから少し考えたい。なら銀を用意できたら話をしよう。そうだね。奥にいるのが、今度は銀をちらつかせるのか。あ、こいつが弟なのか。グリアッドだな。そうだな、グリオの弟の。ああ、お前たちの駆け引きの傷だらけの駒だ。兄のことをどう思う。兄は私を愛してるが、どうにも腰が重く頭が硬い。私が王なら全く別の策を取ったろうね。好機があるとしたら。王になる好機か。喜んで飛びつくだろうな。だが王を変えるには大金が必要となる。貴族たちを買収せねばならんからな。約束はできないが、必要なものはおそらく用意できる。何が望みだ。ロドリから玉座を奪い、ブリトン兵をシロプシャーから撤退させろ。そして二度と国境を犯すな。嘘でないなら喜んでその提案に乗ろう。さあ、これ銀を受け取っ、銀を受け渡していいかな。この銀を使って玉座を奪え。我らが手を貸す。好機をつかんだらすぐに兄を始末してやる。今度は銀をちらつかせるのか。デオラーフ司教に報告した方がいいな。さてと、で、そればっかり。あれ、熱くたびれた。あれ、話、あ、できるできる。ああ、エイボル、あんたの言う通り話してみた。結論は出ましたか。誰に銀を渡すことにしました。ロドリの弟が銀を使って玉座を手に入れる。力ずくでだ。三奪を約束したと。本当に大丈夫なのですか。ロドリ、この俺を散々コケにしやがって。決闘だ。ダメです。来い。骨なし刃、腰抜け歯抜けの意気地なしめ。私は殺せんぞ。私は竜によって死ぬ。そう予言されているのだ。なら弟はどうだろうな。予言は守ってくれるか。グリアット。うわうわ、アイバー、なんてこと。貴様、安全な場所へお連れしろ。急げ。骨の死を殺せ。この教会を奴の血で染め上げるのだ。いやー、戦いになるな。どうだろう、強いか。おい、踏みつけ。おい、おい、おっと、ちょっとね、あ、こ、よいしょ。おっ、飛ぶねー。よいしょ。あと一人か。よし。まだいる。ダコか。ほい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 。全員。大したことないな。バイキングの外交術ってもん。外交術って、誰が真の戦士かを教えてやるだけだ。アイバー、これでは和平が台無しです。和平なんてものに騙されるな小僧。所詮つかの間の空虚な言葉だ。ああ主よ、これでは虐殺だ。こうなった以上戦って切り抜けるしかない。いい試練だろう小僧。主よ、許したまえ。俺の背を守れチェオベルト。お前の背に短剣が刺さった時は抜いてやる。なんてことだ。ここにいるのが一番安全だ、司教。さてと、グリアットに銀は必要なくなったな。何とかしてくれ。とりあえず外にまだ敵がいるのか。いるな。ほい。おい、おお、はい、とりあえず踏みつけ。危ない危ない。
やー、入り乱っちゃって、危ない。よくわかんないわ。とりあえず、おい、うわあ、いやこいつ、ちょっとロックが、違う、ロックして、こいつ、よし。おい、リトンの腰抜けども、我は相馬大殺しなり、おいし、ほい、ほい、危ない、強いな、やっぱ130。まだいる。こいつ。おい。よし。おい。よし。ほら。あとは、ほい、よし、まだいるのか。とりあえず体力を回復して、あそこか。弓、危ない、よし、おら、ほい、いやー、強えわ。ちょっと待って、危ない、いやー、待て、いや、ちょっとなんか動かないんだけど、ちょっと、おら、おい、おお、怖え、おお、当たった、おい、いやー、おい、いや、危ない、よし、おい、うおー、なんか溜めてる、うよー、
ほい。あなたの過ちです。動かない。よっしゃ。まだいるか。どこ？終わった？戦いが終わったことを知らせないと。終わったな。じゃあとりあえず報告ですね。よし。ロドリの弟を殺したなんて、このけだもの目、和平の機会が台無しだ。ロドリとの和平なんて、お前が童貞のまま死ぬぐらいありえんぞ、シキ。お前らは分かってない、やつの狡猾さをな。さあ、アイバーは間違ってた、アイバーは正しかった。アイバーは正しかったにしときます。アイバーにも一理ある。ロドリはこちらを見下すだけだった。和平の実現はなかっただろう。見ろ王子、エイボルは分かってる。イカれたブリトン人との和平なんて絵空ごとだ。済んだことはしか考えよう。彼らはきっと大城祭へ退くはずです。あそこは簡単には落とせない。なら兵糧攻めだ。武士を叩けば殺してくれと来いようになる。神よ、また戦で人が死に大勢が家を失う。進むべき道は他にない。あんたには土地勘がある。デオラール、どうすればいい？では、ウェンロ艦の拠点にある食料や物資を狙いましょう。場所はクアッドホードの南です。ロドリはもう一つ補給船を隠し持っています。川近くにいる避難民たちなら何か知っているはずです。何にせよ、ロドリのブリトン兵が反撃してくるな。ええ、アニールが兵を率いるでしょう。彼らは崩れた塔の西にあるウェズベリーで訓練しています。お前の手を煩わせるまでもない、エイバル。俺がウェズベリーの偵察をしてこよう。あなたに偵察を任せたら、結局また戦いになります。俺の仕事は丁寧なんだぞ。私も行きましょう。この状況を正確に把握するためにも。それなら、物資を叩いた後でウェズベリーに向かうとしよう。向こうで会おう。最後に一つ。この戦いを終わらせるには民兵が必要です。捕虜を見つけたら救出を、兵の数を増やせます。さて続きの方ですね、やっていきたいと思います。とりあえずスキルですね、上げていきます。スキル何がいいかな。ヘッドショットか。追加ダメージ、そう、これ取っていきましょう。はい、向こう岸か。これかな、難民と会話。おい、誰だ。大丈夫、味方だ。ブリトン人が物資を運び込んでる場所を知りたくて来た。デーン人が味方だって？そのつもりだが。人殺しに略奪、焼き討ちに何年もさらされてきた。デーン人は信用できない。現状を説明しよう。苦しみは理解している。助けを求める権利はない。現状を説明します。ロドリは我々の共通の敵だろう。望みは奴の補給船を断ち、和平交渉の席に着かせることだけだ。平和になればあんたらもこれ以上この土地をさまよい、苦しまずに済むんだ。まともなことを言うな。いいだろう、デンジン、知ってることを話そう。ブリトン人はドゥーストーン採石場を通して物資を運んでる。
南に塔が見えるだろう。そこが丘の門の廃墟、そのさらに南だ。ありがとう。マップで確認。ここか。ここでしょ？丘の門の廃墟。そうだね。ちょっと印つけておきます。慎重に行かないと。遠路艦の拠点。ここの物資を奪えば、ブリトン軍は弱り、和平に傾くはずだ。よし。じゃあやっていきましょう。いやー強いな、やっぱ。慎重に行くか。いや結構上にいるな。暗殺。ここを動かして、何かあるか？お宝。兜ですね。ちょっと見てみましょう。これかな？そうですね。はい。で、ルーンもつけていって、はい。アップグレード。ここの物資のことなのかな。よし。どこにいた？そこか。やれる。よし。とあと上か。バレちゃうかな。バレそうっすね。こっちから行けない。行けなそうだな。あ、行ける。
おい、暗殺。はい。ここお宝ある。よし、やばい、やばい、見つかったか。いいや、やばいな、ゾロゾロ来たな。え、もうそんなにいないかな、敵。上か。これで全部かな？まだある。あそこにお宝あるか。あ、あったあったあった。おい、テアンジ、この鶏小屋から出してくれ。ちょっと待って。デオラーフの民兵高校だな。物資が重要だな。どこ？そこか。自由にしてやる。その通り戦いに力を貸せ。分かった。もう戦い終わったけどね。いや、物資があと、あ、ここか。いや、奴らの補給線を突き止めよう。ロドリを交渉の場に引き戻してやる。はい、また動画がですね、長くなってしまうので、本日はここまでにしたいと思います。また動画の方すぐアップいたしますので、ご視聴よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。天かすのりょうでした。バイバイ。